こんにちは。こんにちは。今回演出を務めます佐藤真也です。赤丸役の藤木陽一です。2人の共通点はアナログスイッチです。そんなのいる？ツイッター。どうですか稽古は。いや違うんですよ、僕今日合流なんですよ。稽古僕今日合流して今盾をやって今休憩しててこれからシーンの稽古だからあんまりその内容分かってないんですけど、どうですか。いやでも藤木が今回演じる赤丸役非常に美味しい役でですね、はい、僕は期待してますよ。もっと赤丸のこと話すの、今回ちょっともっと作品のこと話した方がいいんじゃないですか。僕も今回盾、ここまで盾もりもりのね、うん、芝居そしてバテンの多い舞台の初めての演出ですから非常に気合入れて頑張ってますので皆さん楽しみにしていてください。はい、本当にさっき稽古合流してで盾リストみたいなのがさ壁に貼り出されてたんですけど、すごい数の盾の量でさ、めちゃくちゃで今盾の稽古もしてたところなんですけど、ものすごいかっこいい。それだけでも全然楽しめるなっていう。かつてアクション監督のね加藤さんが素晴らしい、ね、うん。そしてですね、アナログスイッチに以前出ていただいた今回はくまちゃんも出ますのでね、うん、ちょっとひょっこり出していらないいらない、こんな感じでわちゃわちゃと頑張ってますのでぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。